真ん中のあれに魔人の力が残っているからだろう。しかし彗星の原型か。契約がある。個人の感情は関係ない。そいつらを倒してあれを回収するぞ。あ、待てちょい。もう一度降臨する。よし、断罪の何熱々でしょ。ねえ、じゃあ任せてください。Tinggal satu ini, tebel banget dah.Ini harus ngetein Fissel ini nanti buat lawan bos kayak ginian. Bos air. Oh no 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 no. Masih keluar cuy. Aduh. Hey. Masih cooldown pula.Astaga. Shield gua udah habis, tinggal nyari ulti nih. Tasuke ga hitsuyou na kata ga iru hazu desu. Asu.Ayo terus ajar, bakar terus. ただの石板か。その割には模様が独特だな。これで何かしら情報をつかめるはずだ。戻るぞ。Oke, ini ntar nyariin bahan-bahan mayan ini.あんた、本当に考古学者か？何も知らないじゃないか。本当に大丈夫なのかよ。術業に専攻ありって言うでしょ。ちゃんと説明してるじゃない。喧嘩はやめろよ。何があったんだ？こいつ、考古学者なのにこの辺りの遺跡について何にも知らないんだよ。むしろ俺の方が詳しいくらいだ。だから俺の勘と経験で価値のありそうなものを持ってくることしかできなかった。ああ、時間の無駄だったかもしれない。私はずっと塩の魔人の研究をしてたんだから、詳しくないのも仕方ないでしょ。It is a bit strange. One soul not like general knowledge in their field.そっちこそモラのことしか聞いてこなかったじゃない。貴重な文化財の価値をモラで測ることしか知らないの？それはモラで言えば一番わかりやすいだろ。まさにリーユへの伝統だ。二人とも少し落ち着け。お互い見つけたものを一緒に確認しよう。ふん。そちらが見つけたものは確かに渦の魔人の影響で騎士に上がったものだが、魔人とは関係がないな。残念だがこの海域にもともとあったものだ。一方、俺たちが見つけた石板には不思議な模様がある。魔人の力も残っているな。
研究に役立つと思うぞ。あ、早くそれを俺に渡せ。さえなちたたちゃいにクリメン。これで収穫はありだな。魔人の力、これを探してたんだ。コホン、他のものも少しは金になると思うし、顧問料を回収できるはずだ。全部俺のものだからな。さえなちたたちゃいに、キラ、ニャプリンバンゲティニヤンパトゥイ。魔人の力がないと研究価値がないのか？ううん、私が塩の魔人の歴史を研究しているのは、歴史が文化と信仰を教えてくれるからよ。あなたはお金のことしか考えてないみたいだけど。バカ言え。俺はスネージナヤの考古学研究員だ。正真正銘な。No, you are trying to get rich of archaeology. No, you are trying to collect the strength of the god. Oh, satu. そうだ。あのコップは売らない方がいいぞ。ん？なんでだ？あれは行幸のコレクションで、軍玉閣と共に落ちてきたんだ。七星を敵に回したくなければ。金になると思ったのに。ほらまたお金の話。だったら何だって言うんだ。研究成果も金もどっちも得るに越したことないじゃないか。さ、ここは終わりにするぞ。そうだ、塩の魔人、そいつには俺も興味があるんだ。次は地中の塩に行くか。Nah, ini jangan lupa. Ya. Ya. Ha. Oke, pindah lokasi. Jauh gila. Teleport yang sini aja lah. Apa yang sini ya? Ini gua udah gua taruh sih, yang ini aja lah, nggak renang. この塩はかつて塩の魔人の民が暮らしていた場所だと聞いた。ああ、きっと価値のある文化財も多いだろうな。伝説によると、塩の魔人ヘウリアの加護を受けた民は確かに幸せな暮らしをしていた。しかし、この伝説は古くからあり、ここに来た宝刀団も数知れない。価値のあるものはほとんど残っていないだろう。ち、来なければよかったな。実は洞窟の奥に塩の魔人関連の遺跡があるの。それが地中の塩の由来にもなっているらしいわ。ただ遺跡の入り口は封印されているみたいで入れないのよ。関係のありそうな装置は見つけたけど、解除しても封印は微動だにしなくて。その封印の由来も解除方法も塩の魔人の研究にとって重要な課題になっているわ。 Is it related to the god of salt people? Is it related to Rex Lapis? Satu. 物証がないからわからないわ。でも封印の多くは真実を隠すために存在するものよ。けど塩の魔人は優しく力もあって、みんなに愛されていた。見せられないものなどないはず。だから真実を隠したいのは犯人のモラクスだと。
私は考えているわ。元王帝君はそんなことしないと思うけど。そんなのどうだっていい。それよりその遺跡には潮の魔人の宝物があるんだろうな。人の話を聞きなさいって。あったとしても封印を解かないと入れないわよ。勝利先生がいるじゃないか。何でも知ってるし、封印だって楽勝だろ。あの封印は長いこと存在していて謎だらけだから、きっと勝利殿だって。多少ならわかる。ええ封印に関する言い伝えは雑然としているように見えるが、実は解除の仕方もちゃんと伝わっているんだ。封印と関係がありそうな装置の話をしていたな。まずはそれを確認しよう。うん、勝利殿がそう言うなら案内するわ。Teleport aja lah. ここよ。この辺の残骸を組み合わせると潮の魔人に関連するものに見えるの。ヒント通りにある角度から見ると装置は解除できる。OK. Yang ini kan?ほら、解除できたのに封印は微動だにしないの。それはもう一つの装置を同時に解除しないといけないからだ。もう一つ。ああ、俺が案内しよう。ここ、ああ、変わった元素石碑があったわ。これも関係があったのね。封印を調べるために神の目を持った人を雇ったんだけど、石碑に明かりをつけた後何も起こらなかったのよね。ここの石碑は正しい順番で明かりをつけないと封印の解除ができない。nyalainnya harus urut。そしてヒントは魔人戦争に関する文章の中にある。南は天候、東は陽光、西は絶運、北は計策。広いリーウェに居場所がないとは。berarti selatan, timur, barat, utara, bawah, kanan, kiri, atas. Oke. なんだって?意味がわからないぞ。それ聞いたことがある。ああ、この文章は潮の魔人とも関係がある。この優しい神は苦しむ民に居場所を与えるためリーユエ各地を歩き回った。しかしあの戦火にまみれた時代、一国の平和でもかなり贅沢なものだった。最後彼女が見つけたのは今の地中の潮という場所だ。でもその安らぎもモラクスに壊された。そんな古臭い伝説の話よりも早く封印を解除しよう。せっかくヒントがあるんだから、さあさあ。天候は南、陽光は東、絶運は西、計策は北。このヒントがあればお前もわかるだろ。Oke, berarti itu lawannya di skip dulu. Bawah itu sini.Satu, dua, tiga, empat, oke. Naik sini dulu biar kelihatan jelas.
ada 4. Dari minimap itu sini, terus itu dan kanan kiri atas. Oke, langsung petir ya. Bawah kanan kiri atas. Mite, 本当に解除できたわ。さすが勝利殿。多少知識があっただけだ。さあ、封じられた秘密を明らかにする時が来た。無用の争いを避けるため遺跡に入る前に一つ提案があるんだが。何でしょう。契約を結んでほしい。内容は順番に物を取る。一度に一点のみ。誠意を示すため俺はカウントしなくていい。 I wanna take any aider。諦めるのか。俺は認めない。この半人前の考古学者と収穫を等分しろってか。ありえない。それはこっちのセリフよ。潮の魔人の文化財が台無しになるわ。絶対に無理。ふん。もし契約を結べないのなら顧問を降りるしかないな。この遺跡にある宝と罠の対処は二人の判断に任せる。それは分かった。潮の魔人の宝物だ。その半分でも十分金になるだろう。契約に応じてもいいけど、勝利殿、一つ条件があるわ。潮の魔人の真相を見つけたら、たとえモラクスに不利なことであっても公正に判断してほしい。その条件なら受け入れよう。では行こうか。 Waktunya nyari harta karun. Yap, that is my Genshin Impact gameplay. Thanks for enjoying my video and see you next time. Bye.